はい、こんにちは。今回も、スピークをやっていきます。お正月でね、のんびり気分で、まったりやっております。ちょっと待ってくださいね。たまに確認しないと、これがね、なぜか著作権ありの音楽再生、山越えたからか、オンになっちゃうんですね。もう一つ、ドロップポイントっていうか、もっありとまよくす見えるね。ところに行けば見つかるかもしれない。でもあれダメなのか。さっきのスポットはこの辺りのはず。少し調べてみるか。ニアロノックのドロップゾーンが近い。そこのことを言ってんのかな。アラスカは、この PC 版ではそんなに熱心にプレイしてないので、まだアンロック解除してないところとか結構多いと思います。ゲームプレイ自体はね、操作とか、なんていうんですかね、ただ走り回ってるだけで結構楽しいので、いくらでもやっていられるなっていう感じはあります。ただこのゲームね、オンライン必須なんですよね。だから、PS4 でやるとか、PS5 でやるとしたら、あるいは Xbox でやるとしたら、プラスに加入しとかなきゃいけないっていうね、そういうのがあるんですよね。なんで、僕は PC 版に乗り換えたんですよ。プラス会員で、ずっといてもいいんですけど、切ったり、つけたりする、うわ、なところで、受けちゃった。ここから行こうかな。ピースプラス加入したり、解除したりっていうことがあるってね。PC だとそういう、のはなくて、ずっと基本オンラインプレイヤー、Steam とかでできるので、この辺で PC 版に乗り換えましたね。PS4 自体がね、ちょっと、実は、分解清掃とか開けて清掃して少し直ったんですけど、ドライブがね、ディスクドライブがもう限界で、ディスクが読み込まないエラーが結構頻発するんですよね。で、YouTube の動画を見て、開けて、本当はドライブ交換するっていう手もあるんですけど、そこまでせずとも、ちょっと開けてクリーニングして、で、レンズを少しね、キムワイプとか、不織布的な、傷つかない素材で、洗って、で、ほこりとかも結構詰まってたんで、そして組み立てから、またディスクが読み込むようになりましたね。おすすめはしないですけど、壊れてもいいやっていう気持ちでチャレンジする分には、器用な人はね、そういうのやってみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。参考になる動画は YouTube にいっぱいあります。型番とかね、自分の持ってる PS4 とか確認して、
でそれと同じようにやれば基本的には大丈夫です。あとあのネジがね、特殊ネジが必要なんですね。あ、このチャレンジやってみようかな。どっかな、これね、風を受けているときは下に行くスピードもね速くなるんですよね。なんでその今銅メダルの、目標となるプレイヤーが自分よりこう速く行ってますけども、でそれは風を使ったり、するのでこうスーッとうまくポイントを通っていきますね。これはギリギリか、なんとか大丈夫。ここで上昇気流をつかみながら木に当たらないようにうまく抜けていくのがポイントなんですが、いけなかったですね今の。チャレンジどれかな、これかな。やってみましょうか。このヒュー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 って言ってる時は風を受けてるので、スティックを前に倒すと、下に降りていくんですが、下にスティックを下に倒すと上昇します、なのでこういう風を受けながら上昇気流をつかんで、スティックを倒さないとね、あの上にも下にも行かないでそのままだけなんで、うまく上昇距離切りを使ってこういうレースをね、パラグライダーのレースをくぐり抜けていく必要があります。ここではね、スティックを、上に倒し込んで、スーッと今降りていく。途中どっかに上昇気流があったらその風を受けたいんですが、まあ、今はね、あの見えているのが、銅メダルのラインしか見えてないので、この枠中をくぐらなきゃいけないんですよね。で、その輪っかギリギリだと危ないんで、今、L トリガーを引くと、さらにこう着地体勢に入れるんですが、あ、ゴールドメダル取りましたね。はい、こういう風に、レースをやります。はい、じゃあ引き続きパラグライダーで、ちょっとどうせだったら、環境を変えていきましょうかね。あんまりにも暗すぎても何も見えないですけど、少し月明かりがある感じだと
演奏的な感じでいいですね。ちょっと待てよ、これ音楽再生してるよ。オフになってた。ちょっと暗いな。あ、そこに。ビューポイントがありますね。こっちを目指していきましょうかね。ちょっと時間を変えようかな。環境。これがいいですね。オーロラ。これで、この画面で言うと右あたり、右の方ですね。パラグライダーで登っていけるかな。緑のあの柱のところですね。オーロラ見えるかな。あ、見えてますね。ちょっと今木を避けなきゃいけないんで。もう少し上がりますね。少々お待ちください。危ない。あ、見えてますね、少しオーロラが。綺麗ですね。あとは風の音とかね、こういうパラグライダーの時のこの、まあ、風を受けているサインのこのヒュー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 っていう音も心地いいんですよね。このゲームをプレイしてるとその心地よさが何ですかね、多分焚き火映像とかを見ているのと同じようなリラックス効果がある。で、実際僕はプレイしているわけですが、そんなにね、その緊張するシチュエーションのプレイをしなければ操作に苦労するってこともないんだよね。リラックスして。なんてこった、ここは出発地点として最高だ。ドロップゾーンアンロックされました。非常にリラックスしてプレイできますね。のんびりします。これがね、次世代機で、次世代バージョンでライダーズリパブリックでね、プレイできるっていうのはね、ほんと嬉しいですね。あと2ヶ月ちょいで出るのかどうなのか、まだ年も明けたばっかりなので新しい情報はないですが、なんかね、サイバーパンク2077は無料 DLC が、年初に予定されているみたいですね。あ、またドロップゾーンがあるらしい。どの辺にあるか、あ、あった、あそこだ。パラグライダーでもある程度近くを通過すれば、アンロック。最小限の努力で最大限の結果、いい感じだ。
まあ、サイバーパンクに関してはね、そのコンソール版も含めて、まあ、安定化っていうのが最大の課題かもしれませんが、あ、視聴予約をしていた映画が始まった。なんとデイズ・オブ・サンダーですね。トム・クルーズが、オーストラリアからニコール・キットマンを発見して連れ帰ってきた、しかもそれで奥さんにしてしまったという、あの、後に別れるんですが、その原因はね、トム・クルーズが、まあ宗教上の理由です、それで、あの、ニコール・キットマンとお別れしたわけです。エイズ・オブ・サンダーはなんだっけな、インディーカーレースかな、アメリカの、あの、ただぐるぐる回るだけのレース、 F1 みたいなレースじゃなくて、ほとんどただ丸、楕円に近いコースを、ぐるぐる 回って追い越したり追い越されたりぶつけたりぶつかったりするだけのレース、だけのって言ったら悪いけど、その映画じゃなかったかな。この頃もね、トム・クルーズは若くてねまだピチピチですよね。最近は割と渋めになってきましたけど、まあ、まだね、危険なアクションには挑戦してるし、もうちょっとね、こう、渋めの、その、ハリソン・フォード、まあ、ファリハッソン・フォードはね、結構今もうおじいちゃんになっちゃいましたけど、まあ、親父路線で、こう、白髪とかね、見せたり、シワとかも見せて、親父路線で枯れた感じでね、行ってもいいんじゃないかって気もしますけどね。で、そういうので、こう、渋い、なんだろう、自分主役ばっかりじゃなくてね、こう渋いサポート役とかね、そういうので出てきて、そう、若手に多少譲るとか、ね、そういうのもやってっていいんじゃないかなと思いますけどね。そろそろ彼ももう60近いですよね。ブラッド・ピット、ジョージ・クルーニーはもう結構前にも、まあ、最初から渋路線っていうのもありますけど、最近見ないですけどね、ジョージ・クルーニーね。あ、ネットフリックスかなんかの映画で最近話題になったか。で、ブラピもね、もう、あの、渋路線ですよね。なんだっけ、タランティーノのあの映画で、まあ、実質主役って言っていいんでしょうけど、でもディカプリオの相棒みたいなのがね、ブラピはもう結構前から、主役路線を離れてますよね。でもブラッド・ピットもあのプロデューサーとかね、で、あの、成功してるから、そういう意味では、あの、ジョージ・クルーニーもそうですよね。トム・クルーズもまあそういうこともやるんでしょうけど、自分主演じゃなくてね、こういう時期なんで、まあ、どうやらミッション・インポッシブルも控えてるらしいですけど、自分が体を張る映画は少し、抑えてね、もちろん演技も、あの、できる人ですから、レインマンの時とかね、若い、こう、若者の、乱暴さっていうのもありつつ、でも、こう、感情にも訴える、もともとそういう役者さんですからね。
で、今アクションもできるようになって、であとこれからはね、また脇に控えてこう仕草をね、ホップガンとかどうだったんですかね、あれ結局その新しいやつね、やったのかやらないのか、ちょっとどうだったのか分かんないですけど、ホップガンでも多分主役なんでしょう、一番ね、トム・クルーズが伝説のそのパイロットみたいにして出てくる予定だったんだと思いますけど、公開が終わっちゃったのかこれからなのかはっきりしないんですけどね、今ちょっとな、トム・クルーズは嫌いじゃないんで、というか多分好きなんで、ずっと昔から、ああちょっとぶつかっちゃった、子供の頃から見てるし、アイドル時代を経てちょっと演技派になってアカデミー賞とかも絡むぐらいになって、その後今アクション親父としてね、ミッションインポッシブルの最初の1リメイク、最初の頃もうすでに自分で体張ってましたね。でそれからもう十数年経つんじゃないかね、20年近く経つ。あー、ここは足ついちゃった。もうそろそろ、ああ今若くてバリバリな感じのトム・クルーズが登場いたしました。もうそろそろ、脇に控えるようなトム・クルーズがあってもいいんじゃないでしょうかね。あれ好きなんですよね、コラテラル、あれはそのまあどっちが主人公かといえばジェイミー・フォックスが主人公で、謎の暗殺者みたいなね、なんか、始末屋みたいな役だったような気がします。でジェイミー・フォックスが、事件に巻き込まれてみたいなのでしたけど、あの時のトム・クルーズが好きなんですよ。口数も少なくていいし、渋い顔、あの髪もね、なんか白髪っぽい感じで渋い感じの、ちょっとね老けメイクしてたような気がしますけど、渋めでいってね全然いけると思うんで、ね、それこそハリソン・フォードの中期ぐらいのね、みたいなイメージでいけるんじゃないでしょうかね。トム・ハンクスとかね、もうなんか重鎮感が出てきてしまいましたけど、まあ、あの人はまあ主役もできるし、まあ、脇もできる、でも脇に回ったとしてももうたまに主役を食っちゃうぐらいの演技をしちゃう人ですからね、まあ、なかなかこうキャスティングも難しいんでしょうね、トム・ハンクスみ
たいな、こうね、それこそ重鎮系になってしまうと、もともとコメディアンですからね、でもすっかり演技派ですからね、不自然にしてるといいおじいちゃんな感じでね、いいですよね。最近もなんか丸坊主にして、子供を驚かせたんだとかね、家族を驚かせたんだなんていうのがなんか記事になってましたけど、まあね、あの去年のことで言えば、あの COVID-19 で感染してね、一時は体調もかなり悪かったようですけど、回復してくれてよかったですね。映画界はね、大変でしょうね、今ね、まあ、どこの業界も大変だと思うんでしょうですけど、あ、また着地しちゃった。ちょっとこの夜だとね、その地面との距離感が分かりづらくなったりする。テレビとかもね、さっきのその一つ前の動画になるかな、でもこの動画で言ったんだっけ、江川さんの、充電させてもらえませんかを見てますって話してましたけど、あの番組もずっと再放送再編集版みたいなのを放送してましたよね。テレビ、ドラマ、映画はね、その消費してもらうのも難しい、映画館っていう場所に来てもらうのも難しいから、その作ることも難しいし、売ることも難しい。まあオンラインとか、ストリーミングとかね、そういう形で消費されることが多くなっちゃったということになりますよね。まあ配信でいいっていうのもありますけども、まあ映画館に行きたいっていうのもあるんですが、それが難しいこともあるんで、まあ、同時配信でもね、見られればいいと思いますよ。で、今、まあ、ちょっと前、それこそ緊急事態宣言の時間とかは、映画館入れなくて、でその後解除されて、旧作のね、リマスターとかやってましたけど、そのシネコンとかでもね、地方のシネコンとかでも、なんか企画的なこう旧作の放映っていうのがね、ああ見えなくなっちゃった。できたらしてくれたらいいですね。これ前やったかな、スコアが足りなかった。このチャレンジはこう山の頂き、頂点をこう滑ると、トリックをした時のポイントとはまた別のポイントが入るんですけど、そのポイントを、狙うチャレンジですね。
少しずつポイントが入っていくんですけど、ちょっと、ああ、危ない。ジャンプしちゃった。ジャンプしちゃうと、まずい。頂きを狙えなくなっちゃうんですが、まだ間に合うかな。今4倍になってるんで、ここで稼ぎたいと思います。あ、またジャンプしちゃった。ある程度スピードを維持して山のエッジを攻めないといけないので、このチャレンジは結構難しいんですが、まあ地道にやれば確実にいけるんで、あと数百ポイントでいけるかな。スピードを出しすぎてね、あ、やばい。逆方向にこうやって行ってしまうとまずいんですが、なんとか。よし、プチをこう、這い上がるようにしていきたいんですが、ちょっとこれは難しいかも。ちょっとね、これはダメか。これはもう上がれないですね。止まったら終了なので、終了になっちゃうかな。これは、うん、ダメです。やり直しましょうか。頂きのね、ピークを滑るようにバランスをとってね。できるだけピークをこう長く維持してキープしているとポイントが入るんですが、止まらないようにね、やるのがコツなんですけど、なかなか難しいんですね。で、ジャンプしてしまわないように、スタンスにもよるんですが、こう山にね、この斜面にお腹を向けている状態の方がコントロールがしやすいので、落っこちちゃうならこの画面で言うと左側の方に降りた方がまだ回復リカバリーしやすいんですよね。こっち側に行っちゃうとちょっと難しくなっちゃいますね。うまく、2000ポイントを超えてきてますが、こっからなんですよね。ここを超えてある程度
ピードを保ったまま、おっと、こういう風にね、どっちかにこう触れないように、振られないように。で、ここですね、ここでこっち側に回ってこう上がるような感じで、あーっと、これはまずいかもしれない。これはスキーで行った方がいいかもな。ちょっともう一回やって、スキーでやってみましょう。スキーの方がその細かい方向転換がしやすいんですよね。なので微調整が効きます。で、降りた時のそのちょっとこうやって外れちゃった時も多少こう漕いで上がれるんで、で、こう逆向きになっちゃった時は、あー、これはちょっと行き過ぎですね。で、スティックを、両スティックを、ハの字に開くっていうか、逆方向に入力するんですね。そしたらくるっと回転するんで、あの、内でもいいですし、外でも、どっちでもいいんです。そうすると、スキーの自分のこう頭の顔の向きが変えられるので、それを狙います。ちょっとスコアが低いかな。もうジャンプしちゃった。またジャンプしちゃった。なんとかここで落ち切らないで山肌を滑ってフィニッシュラインに近づきつつ、もう一回エッジに、そうですね、回復できるようにこうやって、攻めて、あと800、わーっとここで落ちるか。この辺が操作が厳しいとこなんですが、うまいこと行きたい。まだフィニッシュラインが水平に見えるぐらいなんで、ね、うまくいけば、ここを越えてね、この目の前の山を越えて、もう一回ピーク付近を目指せれば、止まっちゃまずいんでね。まずいまずい。あ、これは危険だ。あ、いや、まずいな。この木の間は危険ですね。ダメかな。これはもう無理だな。
結構ね、後半このチャレンジは厳しいんですね。多分見えないな。ボール的には多分この辺だと思うんですけどね。あ、ここかな。はい、多分ここでしょう。だからここ、この出っ張りをこう越えてこういければいいんですけどね。もう一回行ってみましょうか。これゴールド取ってんのかな。あ、取ってますだったらそんなに、頑張ってやらなくてもいいの。あれ、なぜかボードになってる。あ、そっか、歩いてだからボードになっちゃった。エッジを越すたびにポイントは入るんですけど、できるだけ、まあ、このスピード、ある程度スピードをつけてピークを保っていた方が、ポイントを入るんですね。でバランスを保ってピークを、あーっとこっち側に行きたくない。こういう新設を踏んだときに石石っていう感じがいいですね。ギュッギュッギュッギシギシっていう音はなかなかね、こう新設がしっかり積もっていて、しかも、気温が低くてね、こうパウダースノーが積もっていないとこういう音はしないんですよね。ここですね。さっき右側から行っちゃったんで、こっちから行きましょう。ここを越えて、で、これで行ければどうでしょう。これで行けるでしょうか。あ、ちょっとポイントが足りないかな。はい、とりあえずゴールはしましたね。そしたら そろそろ動画はここまでにしましょうかね。ここに移動してと、また操作間違っちゃった。
ここで、環境を変えて、あ、どうもこんばんは。ちょっとこうありがたい初日の出っぽい感じで、この辺で、いや、ちょうどタイミング的には動画が終了するタイミングだったんですが、はい、今回は、録画ここまでにします。はい、そんじゃあまた。